茨城電力株式会社は茨城県に存在した電力会社である。1921年9月1日に茨城電機と多賀電機の合併により設立された。花の木川、水系、川尻川、水系、九じ川水系に隣接する水力発電所と水戸市内のガス火力発電所を運営していた。1925年5月31日に 東武電力と合併した。茨城電機創業者の前島表茨城電力は1921年9月1日に、茨城電機と多賀電機が合併したことで設立された会社である。資本金は920万円。本社所在地は、水戸市北三の丸。戦後には、茨城電機側から前島大が就任し、1925年5月に、 東部電力と合併するまでこの体制が続いた。新会社設立時に資金調達を行った茨城電力は、1922年11月に、川尻川発電所の上流に、高原発電所、1923年5月に、花の木川に、松原発電所、1923年6月に、里川発電所を建設した。 1922年1月1日には供給区域拡大のため、笠間電機、下妻電機、有機電機の3社と合併した。この3社はすべて、下付電力から受電を行い電力供給を行っていた。笠間電機社長の木村信義と下妻電機社長の沼尻文治は、茨城電力の取締役に就任した。この合併を通じて、 茨城電力の営業区域は1市17条86村と広がることになる。茨城電力は1924年の時点で茨城県に本社を置く規模が大きい電気事業者となった。1922年下期には茨城電力と石岡電機との間で電力需給の契約が交わされ、水戸変電所と石岡変電所の間に2万ボルトの 送電線路を建設して1922年8月13日に、水戸から石岡間送電が開始された。同じく1922年には、くじ電気、水品電気、ちなみこ管託水利組合などにも送電を開始した。1924年下期には、くじ川電気工業を合併した。茨城電力は1922年頃から、供給力不足に陥り、同年には、 郡山電気と電力売買契約を結ぶ。茨城電力は、小川発電所間に5万ボルトの常磐送電線路を鉄塔新設し、水戸には変電所を設立した。1924年下期には、里川、花の木川、中央川のすべてが滑水に陥り、出力が数割減となる。これにより、需要化から苦情が噴出したため、茨城電力は、 応急処置として、日立鉱山、郡山電機から売電し、また、電力料金の割引を行った。応急処置により、利益率が減少したため、茨城電力は、電源開発を進めながら、郡山電機からの受電も始める。この頃、郡山電機は、沼上発電所、竹の内発電所、大峰発電所、日橋川発電所の発電所を所持し、 需要不足に悩んでいた。供給不足の茨城電力と需要不足の郡山電機は次第に接近し、資金難にも陥っていた両者は協議の上、合併により危機を乗り越えようとする。1925年1月13日に郡山電機は東部電力株式会社と社名を解消し、合併の準備を始めた。 茨城電機側では1925年1月31日に株主総会にて両社合併の儀を可決した。1925年5月22日に停審大臣により合併が認可され、1925年5月31日に茨城電力と東部電力は合併した。合併後の東部電力では氷山電機の橋本万衛門が社長に就任し、 茨城電力の前島平が副社長に就任した。1925年間期における、東部電力の資本金は2910万円で、電灯需要は269,703等、電力需要は、電動機が5,830馬力、大口電力が1 2 4 3 3ットという規模であった。1924年12月末時点での、 茨城電力の電灯、電力供給区域は以下の通り、蒸気地域を供給区域として、1924年末時点では、電灯については、需要千65,946に対し計165,60棟を供給、電力については、計4 9 1 3 3ットを供給していた。茨城電力は、花の木川、水系、 川尻川、水系、九じ川水系に隣接する水力発電所と水戸市内のガス力発電所を所有していた。1925年3月時点での所有発電所は、下記表の通り、茨城電力が開設した高原発電所、松原発電所、里川発電所の概要について述べる。高原発電所は1922年11月に川尻川、 水系中央川に竣工された水力発電所である。発電所出力が1 5 0ットと低かったため、竣工から30年後の1952年10月22日に廃止された。高原発電所の所属は、茨城電力東部電力第2本電力、関東配電東京電力と変遷した。所言は、下記の通り。 松原発電所松原発電所は1923年5月に花抜川水系の最下流に建設された水力発電所である。茨城電力市では同年12月19日に完成したとされる。花抜川水系にある発電所は上流から順に花抜川第二発電所、花抜川第一発電所、松原発電所となる。発電施設には 松原自動制御所が並存しており、ここで川尻川発電所、松原発電所、花抜川第一発電所、花抜川第二発電所が無人で運転される。松原発電所の所属は、茨城電力東部電力第二本電力、関東配電東京電力姫川電力と、変遷した。2008年3月末時点での所言は、下記の通り。 里川発電所は1923年6月に竣工した水力発電所である。竣工時点では上流に上発電所、下流に中里発電所、町屋発電所が設置済みだった。里川発電所の建屋には茨城電機の設立に関わった大田の7人組を意味する紋章が掲げられている。里川発電所の所属は 茨城電力東部電力大日本電力、関東拝電東京電力姫川電力と変遷した2008年3月末時点での証言は下記の通り。ありがとうございます。